アルベルト・ボナコッサユー道にある標識、アルベルト・ボナコッサは、イタリアのテニス選手、アイススケート選手、及び編集者である。白尺。彼は、第一次世界大戦に参加し、少佐の階級まで進んだ。また、彼は若い頃からアスリートとして活躍し、1914年以降、イタリアのアイススケートチャンピオンであり、テニス選手として1920年の、 アントワープオリンピック及び1922年にブルセルで開催された世界選手権に参加した。さらに彼はグラスホッパークラブチューリッヒのサッカー選手でもあった。1924年から1946年までイタリアモーターサイクル協会の会長を務めた。彼は1914年から1926年まで会長を務めたイタリアアアイススケート協会。 ボブスレー協会及び自身が創業者であり1924年から1926年まで代表を務めたアイスホッケー協会をまとめてイタリアアイススポーツ連盟を創設し1926年から1927年まで連盟の代表も務めた。1920年10月10日、彼はイタリアスキー連盟の創設者の一人として イタリア王国でのスキー活動の再開を目指し、初代会長になった。イタリアオリンピック委員会からの要請により、彼は1922年にミラノで設立された、イタリアローラースケート連盟の講演者の一人となった。当時、アルベルト・ボナコシサ・伯爵は、ミラノホッケークラブのオーナー及びミラノテニスクラブの会長であった。また、 彼は1932年から1939年までスポーツ新聞、イルリターエルの編集者を務め、亡くなるまでガゼッタ・デロ・スポルトの編集者でもあった。彼はまた、1930年にミラノで初めて開催された BNL イタリア国際の責任者となった。また、1935年から1946年までイタリア自動車クラブの代表を務めた。 彼は1943年7月28日から9月28日までイタリアオリンピック委員会の委員であり、1925年から亡くなる1953年までは IOC のメンバーだった。息子のチェザーレ・ボナコッサは父親の伝記を書いている。リツヨナーリオ・ビーグラフィコ・トレッキニー・ハット、ストーリア・デラ・フィスグ・スルシト・ィチャーレイ・デラ・フィスグ。 8フィブライ2006時点のオリジナルよりアーカイブ。29弦内を2010閲覧。セニストレイチするしとフィチャーレイデラフィジー。16フィブライ2010時点のオリジナルよりアーカイブ。28弦内を2010閲覧。ラフェドラツヨネ。フェドラツヨネイタリアーナホッケーイーパティナジオするしと、フィチャーレイデラフィハップ。30マース2015閲覧。カニネット、イットハットレイプーブリーコ。 ありがとうございます。